1615年のチラシ、下車、マママイバージアス、ツアーエイタタス34、ゲッシェマイブルク、聖は、マクデブルクとも、1581年から1617年4月30日、ブラウンシュバイクは、ブラウンシュバイクの市民である。彼女は1615年9月14日の、早朝、同志の歴史上、13回目にして、最大の行為戦となった、 ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・フリードリヒュールリヒ、率いる軍勢との戦いに、他の多くの女性市民と共に参加した。そして後位軍と精力的に戦い、同志を陥落から救うほど貢献し、ブラウン・シュバイクの英雄的な乙女あるいは、ブラウン・シュバイクのジャンヌ・ダルクとして、著名になり、死の歴史に名を残している。ハーゲンブリュッケ11番地に住んでいた、塩水製造業者、 ベーター・フォン・マクデー・ブルクの娘については、同時代のチラシや、賛美詩によって伝わること以外、ほぼ不明である。ブラウン・シュバイク・リュー・ネブルクや、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルの諸公は、中世から近世にかけて何度もブラウン・シュバイク氏を、所領に組み込もうとしており、1615年夏の攻撃も、そのような試みの一つであった。 同志は1615年7月22日から11月2日まで、公の軍に抗議される。この時、その脅威はそれまでよりも大きいように思われた。なぜなら、ブラウン・シュバイク氏は、所属していたハンザ同盟初市からの海外恋軍を、期待できなかったからである。9月初頭には、ギーアスベルクやヌスベルクなどの砦から砲撃を受けるようになり、 包囲された市民の状況はますます危機的になる。それらは、市の中心部よりも標高が高い場所にあったので、敵軍は遮られることなく、砲撃ができたのである。こうして市は大損害を被り、多くの住民が殺された。さらに敵軍は、数多くの残豪を通じて、市壁への接近と、その破壊、さらに市内への突入を試みた。9月13日の夜には、 死の征服は間近に迫ったように思われた。河野軍は南東の地域、アルテビークのマグニモンからブラウンシュバイクの防衛施設へ突撃する準備を整える。そのため女性を含むブラウンシュバイクの市民全員に対し防衛への協力が呼びかけられた。そして実際、多くの女性がこの呼びかけに応じ、積極的に戦闘行為に参加するべく自ら武器を手に取ったのである。 その中で最も有名なのは、言い伝えによれば、死壁の上で剣とマスケット銃を手に、寄せてと戦い多くのものを撃ち取ったのみならず、共闘する他の女性たちをも自身に習うよう、繰り返し拳し続けた34歳のマイブルクであった。行為中のフリードリヒュルリ飛行には、下記の報告が届く。一人の女性が勇敢に防戦し、 死壁の上から投石と剣を持って攻め寄せる我らに大いなる損害を与え、自らに利する強行も帯びず、全く堂々と死壁に立ち、兵士たちに呼びかけたのです。安心して、ただ撃ち続け、勇敢に戦いなさい。私があなた方の傍らにいる限り、危険はありませんと。ジュニーの報告によれば、マスケット銃で500発の弾を彼女に浴びせましたが、すべて外れました。あれは、 ペテロカ天使に違いありません。ビルヘルム・ゴージス、フェルディナンド・シュペア、バターランディシャ・ゲシヒテン・ウント・デンクワード・ギー・ケイトン・デア、ボール・チェイト・デア・ランド、ブラウン・シュバイク・ウント・ハノーバー、P471、P474。ついにこの行為は失敗し、数日後には、ゾルムス・レーデル・ハイム・ハク・フリードリヒ率いる、犯罪コール・ネーデル・ラント連合軍が死を、海外湖にするべく来園した。 そして1615年10月14日には、ブラウンシュバイクの方位を破る。同年11月2日、フリードリヒュールリヒ行は、行為を断念し、本拠地のボルフェンビュッテルに退いた。この紛争は、リューベック市長、ハインリヒブロッケ一世の仲裁によって、同年12月、最終的に調停された。ゲッシェ・マイブルクの積極的な戦いへの参加や、 何より無視の尽力は、間もなく、イラスト化、彩色化された、少なくとも4種類のチラシが、一部では、死の形をとる、ブラウン・シュバイクの英雄的な乙女の報告を添え、死境を超えて広まるほど非凡なことであった。例えばこの事件からたった1日後の9月15日、近くのボルフェンビューテル市で発行された、真実の新しい新聞は、彼女の恐れを知らない様子や、 超自然的で痛快な不死味さを報じている。あるチラーには、ラテン語で六行、次のように記述されている。コーペディスムバーゴ、フェイティーアー、セディペドアビアスムメビダーバイラム、クエスナキュイプサ、ビリー、ブランスウィーゲムバイトムデデットハンクミヒパトリア、バイトムプロパトリアマルティスエデップイップサビリス、ビータユネッサット、メアファーマ、ヒロカファーマ、クワムミヒマーズペッパート、ノンルイツラ、 真似、身体的には認めるが、私は乙女である。しかし心の中では男である。私が自らの手で殺した男たちは、私を男とみなした。故郷のブラウンシュバイクがこの命を私に授けた。命を故郷、ブラウンシュバイクのために私は多くの男から自分で奪った。この命は消え去るが、私の栄光、英雄としての栄誉。 マルスが私に与えた、それは、朽ちることなく残るであろう。ブラウンシュバイクの乙女、その名もゲスケ・マクデブルゲスの写実的な模写である、翌年、1616 16年には報告書、ブラウンシュバイクの戦争行為が上司されており、このような記述が見られる。死壁の上では34歳とされる未婚の女性、ゲスケ・マクデブルクも、剣、 潜水とマスケット銃で武装し、騎士らしく持ちこたえ、多くの兵士を傷つけ、命を奪った。これに応じて何発もの銃弾が撃ち込まれたものの、彼女は傷を負わなかった。ディー・ターレント、ルドルフ・マイヤー、マイバーグ、下車 P488、ゲッシェ・マイブルクの名は永久に歴史に残ることとなった。アウクスブルクの製本職人、ダニエル・デイリンクが印刷したチラシには、 敵軍と戦う彼女の姿、並びに諸行と末行を伴う長い歌が、掲載されている。一匹下車マイバーグソージーナント、インデアスタッドブラウンシュバイクウルベキャント、一匹ソルシャサトンハブコトン、ダイアイネムヘルデン、ボールアンストン、ダスマンノフホビアトインマンチェンタゲン、フォンブラウンシャバイギスケンワイバームサゲン、ゲッシェマイブルクと呼ばれた私は、ブラウンシュバイクの街でよく知られていた。 私は業績を残したという、一人の英雄にふさわしいことを、人々がなお幾かにもわたって、ブラウン・シュバイクの女性たちを物語るほどに、ビル・ヘルム・ゴージス、フェルディナンド・シュペア、エイン,ブン,イン,ン・ブラウン・シャバイン・ディシャ・ヘルデン・ユン・フラオ、P474。ブラウン・シュバイクの防戦に参加したとき、彼女は34歳であった。ありがとうございます。